高い方馬は、日本の競争馬。小馬場チャンピオンの光高いの妹。1972年、前哨戦クイーンカップを勝ったが大賀賞は出馬せず、オークスの前哨戦カーネーションカップを勝って、本命で臨んだ本番は2着に敗れた。それでも、中央競馬の4歳牝馬の中では、トップの評価を受けた。秋にビクトリアカップの前哨戦、クイーンステークスを勝ち。 本命で出走したビクトリアカップのレース中に事故で死亡した。高い方マは1972年の中央競馬4歳品馬の中でトップクラスの活躍をした。この年は正月から関東地方で大発生した馬インフルエンザの影響で競馬開催の日程が大きくずれ込み、関東の競争はのきなみ1ヶ月から2ヶ月遅れ。 関西の大レースもそれに合わせて1、2ヶ月、連れ込んでいた。高井ホーマは、大賀賞の前哨戦として、関東で開催される、クイーンカップを勝ったものの、臨戦体制が整わず、関西で行われる、大賀賞には遠征しなかった。大賀賞を見送った高井ホーマは、関東に財まま、在馬や下ま大賀賞当日に、関東で行われる、カーネーションカップに勝った。 大家賞優勝のアチーブスターはオークス出走権を有しておらず、他の実績場も変則スケジュールへの対応に失敗して出走を諦めた。その結果、高いホーマは距離適正に疑問符がつきつつもオークスで本命視されることになった。しかしオークスでは最後の直線で先頭に立つ場面もあったものの、2着に敗れた。敗れたとはいえ安定して、 上位の成績を残してきた高いホーマはこの世代の脳一とみなされるようになった。秋はクイーンステークスを勝ち、四歳品馬にとっての最後の大レース、ビクトリアカップに本命で出走した。ところが、このレースの途中で両馬足を完全脱球するアクシデントがあり、落馬して転倒した。その弾みで折れた骨が心臓に刺さってしまい、失血死した。 高井法馬は、おそらく地方競馬の史上最強馬と評された、光カ高井の妹として生まれた。光カ高井は1966年に大井競馬場で3歳チャンピオンになり、翌1967年には、羽田坂月、東京ダービー、東京王冠賞を制して、大井競馬場史上初の三冠馬となった。1968年に、中央入りすると、 京都競馬場の天皇賞を大差で圧勝、続く宝塚記念もレコード価値を収めた。それっきり全級したにもかかわらず、この年の子はチャンピオンに選出された。高井ホー馬が誕生したのは、その翌春、1969年のことである。光高井の父馬は、地方競馬で主流のダートコースに実績を持つ米国、ダート決闘の林房だった。これに対し、 高いーマの父はヨーロッパの芝コース、それもスプリンタータイプのグレー・ソブリン系のスパニッシュ・エクスプレスに変わった。母の系統を遡ると、戦前の名門、下唄五両牧場の基礎輸入品馬の一頭である、主姓にたどり着く。その子孫からは、徳政やボストニアンを出しているメス系である。母の父は、中央競馬の初代年度代表馬白領である。 1971年の秋に3歳戦でデビューした高い方馬は、この年4戦2勝の成績を残している。しかし重賞には出走すらしておらず、新馬戦の後条件戦を1勝しただけだった。この年のフリーハンデでは、関東馬としては14位、関東の牝馬としては4位、全国の牝馬では6位に、 ランクされている。この年の三歳戦では、関東と関西で、それぞれ一頭ずつ、図抜けた存在と評される品馬が登場していた。関東の徳桜、関西の新萌えだけである。関東の徳桜は、デビューからレコード価値を含む3連勝、重賞の形成杯三歳ステークスではボバを相手に、後続を七馬身ちぎって勝った。さらに、 関東の3歳チャンピオン戦朝日杯3歳ステークスも、ボバを任して優勝し、5戦4勝10勝2勝の戦績でこの年の3歳牝馬チャンピオンに選出された。フリーハンデでも、関東では、首位、全国でも2位にランク付けされた。関西の新萌えだけはデビュー戦をレコード勝ちで飾って、3連勝。関西の3歳チャンピオンを決める阪神3歳ステークスでは、 ボバのチャンピオンヒデハヤテのレコード勝ちには屈したものの他の大馬には譲らず2着になった。関西では大賀賞候補と目されており、フリーハンでは関西馬では2位、頻馬としては徳桜と同点で全国首位となった。4歳春の時点では体重 480kg から 471kg 台で出走しており、頻馬ながら大柄でたくましい、ボバ並みの馬格。 王兵な体の割に軽快なスプリントなどと評されている。1971年の暮れ、競馬界は馬インフルエンザに襲われた。日本国内での発症は初めてであり、対策が遅れ、関東地方を中心に2000頭余りが罹患する大流行となった。12月には多くの馬が出走ができなくなり、有馬記念でも有力馬が次々と出走取り消しとなった。 翌1972年は関東の中央競馬開催は年初から全面的に休止となった。関西では競馬の中止には至らなかったものの立東のトレーニングセンターは閉鎖された。さらにこの年に結成された休務員の組合がストライキを決行し調教ができなくなった。これらの影響で大レースのスケジュールはのきなみ乱れ1ヶ月から2ヶ月遅れで 開催されることになった。ンバのクラシック競争第一弾である大賀賞は通常の4月前半ではなく5月21日に開催、続く優秀ンバは5月半ばではなく7月2日に行うことになった。そしてこれらの大レースの前哨戦となるステップレースは関西地区では通常通りのスケジュールだが関東では大幅に遅れることになった。 関東の競争馬は調教もろくにできない状態が続き、これらが各馬の調整に大きな影響を及ぼすことになった。関西品馬の筆頭閣、新萌岳の調教師は当時、次のように述べている。こちらも以前の日程に合わせて馬を作っているんで、狂いが出ていることは確かです。これは関東でも同じでしょうが、関東では競馬を休み、こっちは競馬をしていた。 という違いがあります。これがどう現れるかですね。2月末に関東地区でようやく競馬が再開にこぎつけると、本来は1月に行われる、京成杯が3月19日に中山競馬場で行われた。この競争には、前年の関西の3歳チャンピオンで5連勝中の秀早手が遠征してきたため、関東の大馬の一流馬はのきみ出走を回避してしまった。 出走馬は、わずか7頭、秀早手が、単勝支持率74%の圧倒的な人気を集めた。7頭の中に、貧馬は2頭、高い方馬と、競栄グリーンがいた。5番人気の高い方馬は序盤こそ2番手につけたものの、まもなく最高峰に下がった。3番人気の競栄グリーンは、逃げる秀早手と競り合う形で戦闘を争う、格好になり、 一波論11秒台から12秒フラットとなるハイペースを作り出した。第4コーナーを回って最後の直線に入り、秀早手がスパートすると簡単に後続を離し、追いかけていた競泳グリーンは失速した。秀早手はゴール前で手綱を抑える余裕があった。それでも関東の有力場よりも早いタイムで優勝した。競泳グリーンは朝会となった。高い方馬は、 最後の直線だけで追い込んで4着に入った。高い方馬の走破タイムは1分36秒7で、頻馬としてはかなり好タイムだった。大賀賞は4月9日に開催のはずだったが、インフルエンザの影響で5月21日に順延になっていた。本来は関東における大賀賞の前哨戦として2月に行われるクイーンカップは4月2日に、 中山競馬場で行われた。関東の牝馬の中で最強と目されていた、徳桜は、年明け初戦のオープン競争を楽勝した後、大花賞に向けて早めに関西入りしており、クイーンカップには出てこなかった。そのため、クイーンカップの中心は、前奏の形成杯で、大馬の最強馬、秀で手てと張り合って、見せ場を作った競泳グリーンと高い方馬となった。 しかし両馬には不安材料もあった。激戦だった形成杯からレース間隔が短く、肥料や体重減が心配された。特に高い方馬は形成杯出走時の馬体重が 476kg だったのに、対し今回は 464kg とかなり馬体が細くなっていた。長教師の中重は高い方馬の食欲が衰えていることを公に、 認めた上で、疲労や体重減を考慮し、クイーンカップに出た後は、関西遠征はせず、大花賞に出走しないことを予定していると述べていた。これまで高い方馬は、腰に甘さがあるために道中は、無理せず、最後の直線での追い込みにかける戦法をとっていた。しかしこのクイーンカップでは先行し、逃げ馬を後ろからつっついて、ハイペースを作り出した。 最後の直線に入ると安や々やと抜け出し、2着に小馬審査をつけて圧勝した。この走破タイムは、同日の小馬オープン競争で、ベルワイドが記録したものを上回っていた。に出て逃げ切り勝ちを収めた。この勝利の結果、高い方馬の決闘からすると、2400メートルの優秀品馬は、距離が長すぎる懸念があるものの、構想できるのではないか、と期待を集めることになった。 予定通り、高い方馬は、クイーンカップの後再下せず、関東に止まった。そして5月21日に、中山競馬場のカーネーションカップに出走し、2着に4馬審査を、つけて1分36秒後という好タイムで勝利した。同日、阪神競馬場では4歳牝馬クラシック競争第1弾の大賀賞が行われた。前年から、関西の4歳牝馬のトップと目されていた。 田上勲伊佐級者の新萌えだけは、前哨戦の半紙に四歳品馬特別を制しており、3割近い支持を集めて一番人気になった。関東のトップ品馬として早めに関西入りしていた徳桜は二番人気となり、東西のトップ品馬の直接対決として注目を集めた。関東からは他に競泳グリーンも参加し、三番人気となっていた。その競泳グリーンが、 スタートと同時に飛び出し、猛烈なスピードで戦闘を奪った。競泳グリーンによる2波論目のラップは10秒6、3波論目が11秒1、4波論目が11秒7と相当なハイペースになった。一般に、大歌賞は前半がハイペースになる、大歌賞ペースとなることが多いとされているが、それでも大抵は4波論47秒を切るか、どうかという水準である。 しかしこの年の競泳グリーンのラップタイムは4ハロン46秒1で絶対に突っ走ってはいけないほど早く壊滅への失踪というほどのペースになった。その結果先行しながら大外を回って競泳グリーンを中途半端に追いかけた人気各馬は後半の余力を失ってしまった。大変なハイペースだった前半4ハロンに比べて後半4ハロンは51秒ごと。 時間がかかった。放置新聞の後藤田正人記者は、あれほど前半と後半の時計の差がひどいレースは、なかったと評した。本来、新萌えだけと徳桜は、最後の直線での末足を武器とするタイプだったのに、両馬とも直線に入った頃にはバテてしまっていた。徳桜は、なんとか4着に入ったが、新萌えだけは6着に終わった。レースを制したのは、 ずっと、インコースを回って目立たない位置にいた、人気スのアチーブスターである。アチーブスターは、大賀賞出走時の通算戦績が15戦2勝、未勝利戦を勝ち上がるまでに8戦を要し、オープン戦の優勝歴もなく、前走の半神に4歳品馬特別4着が、最良という成績だった。アチーブスターは、本命は新萌え岳を出走させた。 田上伊佐調教師の所属馬だったのだが、田上は、新声だけが、直線で伸びを欠く姿にショックを受けていて、勝った馬が何であるかを知らず、その優勝馬が、自分の管理馬であることにもしばらく気づかなかったという。アチーブスターの勝因は、絶妙な位置と追い出しの勝利と、騎手の竹邦彦による、好奇情によるものとする声が多く挙げられた一方、 人気の二頭のコンディションが悪かったという指摘も行われた。新萌えだけは大事をとって休ませすぎて体重が重すぎ、徳桜はハードワークがたたって体重が落ちていたのだという。アチーブスターの勝利は本当に漁夫のり過去の大歌商馬で勝率が1割台というのはおそらくないと評価された。ところが大歌商馬アチーブスターは優順牝馬には出ることができなかった。 大賀賞や優秀品馬といったクラシック競争では、クラシック登録といって、競争の2年前からレースの直前まで4度にわたって登録量を収めて、事前登録を行わなければならない。しかしアチーブスターは、第3回登録を行う4歳1月の時点で、8戦目にして、やっと未勝利戦を勝ったばかりだった。地元で行われる桜花賞の登録は一応済ませてあったが、 東京競馬場で行われる優秀品馬の登録は行っていなかった。とても関東へ行くほどの成績を上げるとは思わなかったのだろう。当たり前だよ。未勝利と200万条件だけで特別勝ってないんだと伝えられている。第3回の登録料は3000円で、優秀品馬の優勝賞金が2300万円だったので、 3000円をケチって2300万円を逃すと報じた新聞もあった。6月11日に東京競馬場で優秀品馬の本番3週前となる前哨戦4歳品馬特別が行われた。関東ナンバーワンとされていた徳桜は大目標の優秀品馬を見据えて体調の回復に専念するためこのトライアルは見送りすることになった。 オークス出走権のない大花賞馬チーブスターもいなかった。関西のナンバーワンとされていた新萌えだけは遠征してきたが大花賞の時と同じように状態は今一つと見られた。このため高い方馬は単勝1.5倍と人気を集めることになった。レースは序盤からハイペースで進んだが、これを先行集団で楽に追走した高い方馬が 直線の坂の下で簡単に抜け出し、楽に勝った。走破タイムは1分49秒2と早く、スピード決闘らしい、稀に見る好タイムだった。新萌えだけは7着に終わり、他に人気になっていた、直行や、先行緑も振るわなかった。高い方馬は、強さが再認識されたと高く評価され、もしも、大賀賞に出走いていれば、制覇できていたであろうはずと持ち上げられた。 一方で、ゴール前で2着の竹吹雪に一場審査まで詰め寄られたことから、勝ちぶりがあまり良くなかったと聞いたという声もあった。高い方馬に帰乗していた大崎昭一も2着に来たのが竹吹雪とは、との談話を残している。竹吹雪は、以前、徳桜に7馬審離されて負けている馬であり、このレースでも12頭中最低人気と低評価の馬に過ぎなかった。そして、 高い方マのスピードは高く評価されたものの2400メートルに距離が伸びる優秀品馬では決闘的にいかにも距離が長すぎるだろうと評された高い方馬の勝ちっぷりを一点の紐打ちどころのないとした産経スポーツの岩村公共もオークスバイの可能性はかなり薄いとしたシーズン当初から距離が伸びれば長距離決闘の新萌えだけが強いだろうと言われており オークス出走権のないアチーブスターの機種だった、竹邦彦が、オークスでは、新萌えだけに起乗するだろうとも報じられ、新萌えだけ優勢の見方がされていた。ところが結局、東西の両横綱のはずの徳桜と新萌えだけは、コンディションが悪いまま復調せず、7月のオークスには、出ないことになった。こうして、時期外れの7月2日の優秀品馬では、 決闘から来る距離不安説があったものの、高い方馬が一番人気となった。注目は、高い方馬が、どう長丁馬を克服するかだった。トライアル4着の直おが2番人気で、同2着の竹吹雪と9着の先行緑が、差のない3番4番人気となった。レースは、またしてもスタートから競泳グリーンが逃げた。人気の一角先行緑がこれを2番手で追いかけるが、 第2コーナー付近でバグンがばらけたところで、先行クイーンが抑えきれなくなって上がっていってしまった。同馬種、同級者である先行緑は、味方同士での潰し合いを避けて、先を先行クイーンに譲り、競泳グリーンも2番手に抑えた。先行クイーンは後続を離して飛ばし続け、前半後ハロンの通過タイムは60秒1。 旧ハロンの通過タイムは1分50秒9と2400メートルのレースのラップタイムとしては稀に見る速さとなった。このハイペースのため高いホーマは普段よりもやや抑えて中段を進んだ。第3コーナーから最終コーナーを中段で回り直線に入って高いホーマが抜け出し先頭に立った。高いホーマがそのままゴールするかと思われたが高いホーマを さらに後ろでマークしていた竹吹雪が目覚ましいばかりの五棒抜きで大外から一気に伸び、高い方馬を抜き去った。ゴールまでの間に両馬の差は少しずつ開き、最終的に一番新半差で竹吹雪が優勝、高い方馬は2着となった。竹吹雪の走破タイムは2分28秒8と優秀品馬のレースレコードとなった。 この後、高井ホー馬は7月末の日本短波賞に出走した。この競争には、石の光や白鳳将ら関東の4歳棒馬、トップクラスが集い、関東4歳人のいわばナンバーワンを競う一戦となった。高井ホー馬は13頭の出走馬の中で、唯一の牝馬だったが、石の光に次ぐ2番人気に支持された。3番人気は3度のレコード価値を持つ、菅野マ馬であった。 菅野誉丸は実績からすると白鵬将らよりも下だったのだが、起乗していた野平雄事騎手の現役最多勝利数記録受立に大手がかかっており、人気を集めたものだった。その菅野誉丸が直線で最高峰から追い込んで、十二当前馬をまとめてかわして勝ち、競馬場は野平騎手の記録達成に沸いた。高い方馬は先行作からしぶとく伸びて三着に入った。 敗れたとはいえ、一流母バに越して上位に入った高い方馬には、改めて高評価が与えられた。文芸評論家で、優秀に連載を持つ武蔵野二郎は、高い方馬について、4歳能一品馬と認められているとしている。秋競馬が始まると、高い方馬は9月17日のクイーンステークスに、出走した。収得賞金による、過造重量のため、高い方馬だけは、 タバより2ラムから3ラム重い5 5ラムを背負った。このレースには競泳グリーンも出走し、2頭の競合に夏の間に力をつけた進行勢力が挑むという図式になった。レースはスタートと同時に競泳グリーンが先頭に立ってリードした。競泳グリーンは2番手以降に2馬身から3馬身の差をつけて逃げ、最終コーナーを回って最後の直線に入ると、 後続を突き放した。しかし、後方に控えていた高いホーマが一気に伸びてきて、残り100メートルあたりで競泳グリーンを捉えると、さらに2馬審査をつけて勝ち、単勝1.8倍の人気に応えた。高いホーマの強さばかりが、メリツチ、高いホーマは、秋の4歳品馬ナンバーワンの位置を確定した、秋の女王の座についたと言われるまでになった。高いは、関西に遠征し、 10月29日の京都貧馬、特別に出走、初めての小馬との挑戦になった。同世代で、関西ナンバーワンとされていた新萌えだけや、大賀賞を制したアチーブスターも出てきた。高い方馬は、出走16頭の中で最も重い金量となる 55kg を、背負わされたにもかかわらず、圧倒的な一番人気となった。1600メートル戦に、実績のある、 フセノスズラン、3連勝中の浮き緑といった、小馬陣がこれに続いたものの、単勝支持率は大きく離れていた。4歳以前の新萌えだけは6番人気、アチーブスターは10番人気と低評価に止まった。レースは、前馬がほとんど、一塊となって進んだ。2番人気のフセノスズランが2番手につけ、高い方馬は5番手から6番手の位置取りで、馬群の外側にいた。 コバの有力馬がその高い方馬マをマークして控えていた。最終コーナーを回って、最後の直線に入ると、伏せのスズランが先頭に立った。高い方馬は外を回って追い込んできた。しかし、最終コーナーでうまく、インコースをついたセブンアローが、内側から一気に伸びてきて、大外からは勝ツ酔いも迫ってきた。ゴールまで、残り50メートルのあたりで、この4頭の接戦になった。 ゴールでは高い方馬がわずかに遅れ、残り3頭はほぼ並んでゴールした。勝ったのはセブンアロー、花さの2着に活ツヤい、さらに花さの3着に伏せのスズランとなり、高い方馬は首差の4着だった。結果からすると4歳の高い方馬にとってはまだ小バの壁は厚かった。3回目となるビクトリアカップは格式こそ、 クラシック競争ではないが、一着賞金は2100万円と、大賀賞やオークスと同水準であり、4歳品馬にとっての大レースだった。とはいえ、京都競馬場では前週に、関西での秋の最大のレースである、キッカ賞が行われたばかりで、ビクトリアカップ当日の入場者数は、キッカ賞に及ばない6万5000人余りとなった。馬券の売り上げも、 菊花賞の10分の1ほどにとどまった。高い方馬は関東から遠征したただ一頭の出走馬となった。関西勢では夏の札幌競馬で力をつけてきたタイラップが2番人気に押された。春の早い時期には関西ナンバーワンと呼ばれていた新萌モだけが3番人気、オークスで離れた3着だった関東根が4番人気と続いた。だが高い方馬の単章は この3頭を合わせたよりも売れていて、圧倒的な1番人気になっていた。大花賞優勝のアチーブスターも出ていたものの、大花賞の後休養を挟んで、秋に復帰した後の7着、6着、9着といいところがなく、5番人気でしかなかった。公式発表による馬場状態は、やや10だったが、秋割れに恵まれて、芝は、信じられないほどに乾いていた。 観客スタンド前のホームストレッチから発送して間もなく大方の予想通り終焉ホープが先頭に立った。が、これに続く2番手の位置につけたのが普段は後方大1策を取るアチーブスターだった。これは意表をついた先行作であり観客はどよめいた。レースはこの2頭が後続を3馬身ほど離して進み。 前半6波論の通過タイムが1分18秒6と、大賀賞やオークスの時とは打って変わって、スローペースになった。高い方マは中段に控えた形になり、他の有力馬のほとんどが高い方マをマークする形で、中段から後方に下げた。結果的には、この一取りが勝負を分けることになった。旧説と第一四骨京都競馬場は、 向こう正面の後半から第3コーナー付近にかけて上り坂になっており、そこが勝負どころとされている。各馬は順調に隊列を組んで走ってきたのだが、第3コーナーでこれが大きく乱れた。集団を走っていた高い方馬が突如失速して、一気に最後方まで下がり、高い方馬をマークしていた有力馬は軒並みその煽りを受け、後手を踏むことになった。 スローペースを利して楽に先行していたアチーブスターは最後の直線に入っても余力を十分に残しており高いホーマのアクシデントの影響を受けた後続各馬の追い込みをかわして逃げ切った大賀賞の時と同じようにアチーブスターの勝因はレース展開を読み切った竹国飛行機種の後期場に預かるところが大きかったとされた高いホーマは 第3コーナーの時点で骨折していたという。そこで停止することができず、片足が不尿いのままさらに1波論余りもかけてしまった。しかし、足が不自由な状態で第4コーナーを曲がり切ることができず、崩れるように転倒し、落馬してしまった。高い方馬の症状は、両足の第1子関節完全脱臼に加え、右後ろ足にも浅く腱断裂を起こしていた。 それだけでも競争馬にとっては完全に致命傷であるが折れた骨が心臓に刺さってしまい出血多量で死亡した大賀賞とビクトリアカップという二つの大レースを制したアチーブスターだがその後12月に阪神牝馬特別に出て11着と大敗したオークス馬の竹吹雪はオークスの後長く休み11月に関東で復帰したものの12着 4着といいところがなかった。春まで関東ナンバーワンと呼ばれていた徳桜は大賀賞で負けた後秋まで休み、11月に復帰して、頻馬東京タイムズハイとダービー強チャレンジトロフィーの2レースでコバを破って連勝した。これらの成績を受けて、この年の最優秀4歳頻馬の選考は紛糾した。当時の選考方法は、 各委員が1位馬と2位馬を投票する方式になっており、アチーブスターは1位票が最多だったものの、2位を含めた合計得点では徳桜の方が上だった。委員はアチーブスター派と徳桜派に真ぶたつに割れて、譲らず、議論は平行線をたどったままだった。結局、2党を選出するという提案が行われ、安易な2党選出は、悪しき前例になるという批判もあったものの、 異例の2頭同時受賞となった。この年のフリーハンデでは、高いホーマは、アチーブスターと並ぶものとして評価された。先行者の間では、アチーブスターを上に見るもの両者を同点と見るもの実力では、高いホーマが一番とするものがいた。最終的には、大歌賞とビクトリアカップ優勝のタイトルを重視し、アチーブスターが、主位、新萌えだけも、同点とした。高いホーマ。 竹吹雪、徳桜はそれより1キロ下にランクされた。妹光オーバーの子には5戦2勝の成績ながら、決闘を買われて種ぼばいりした第一ボーイや、東海の競合マックスフリートダービーグランプリ、優勝馬成田誉の母、光誉がいる。ありがとうございます。